エルザです。キラーを使わなくても特徴と対策がわかるブログ&動画、ということでやっていくよ。キラー苦手な人も初心者の方も、これ見てキラーを知ってもらえると嬉しいです。さて、今回紹介するキラー派というと、ポイント稼ぎの、リージョン、を解説していくよ。ゆっくりしていってね。リージョンについてですが、4人の男女で構成されている、フランク、ジュリー、スージー、ジョエダ、フランクとジュリー派カップル。スージー派無邪気で打ち気、ジョエ派自慢屋といった感じで性格が異なる。それでは、4人の背景を見ていこう。19歳のフランク、モリソン派、何かで成果を出したこと派ほとんどなかった。しかし、癇癪を起こしやすく問題を起こしていたため、学校に通うこともなく、住む家も里親が代わり転々としていた。そして、最後の里親にオーモンドに連れてこられた。オーモンド派こじんまりとした寂れた町だった。フランク派別の養父母を見つけようとあらゆる手段を尽くしたが、ある美しい少女との出会いによって気持ちが変わった。それがジュリーだ。彼女派いつかオーモンドを出てマシな人生を送ると決めていた。それを利用するため、彼女のパーティーで距離を近づけた。その際にジョエとスージーに出会った。彼たち派時間が過ぎるとともに仲良くなった。そして毎晩のように酒を飲み歩いて派大騒ぎし、自分たちの限界を試した。暴行、破壊、窃盗。どれも週末には欠かさず計画した。やがて、皆派フランクのあらゆる要求を実行するまでになった。仮面をつければ、そこには限界など存在しなかった。ある晩、フランク派自分がクビになった店を破壊するよう上位にけしかけた。彼ら派閉店後の誰もいない店内にたやすく侵入した。ところが、まだ店に残っていた清掃員がジュリーに気がつき、近づいた途端に捕まえた。ジュリーの苦しそうな叫び声を聞いて黒い衝動に突き動かされたフランク派、助けようとナイフをためらいなく清掃員の背中に突き刺した。彼ら鉢まみれの床にモップをかけ、上位の車のトランクに死体を押し込むと、オーモンドさんへ向かった。その夜、ジュリー、スージー、上位が家に戻らなかったので、彼らの両親派フランクと一緒に家出をしたのだと考え、それぞれの両親がそれぞれの説を唱えた。しかし、オーモンドさんの廃墟のロッジで死体が発見されると、街の雰囲気は一転した。退屈な生活から逃避するためにあらゆる犯罪を起こしてしまった4人、それぞれが出会わなければこういうことにはならなかっただろうね。それでは基本能力見ていこう。リージョンの基本能力派、移動速度派秒速 4.6 メートル、脅威範囲派32メートルで背が平均、グレンの狂乱派移動速度 5.2 メートルとなっている。特殊能力についてだが、グレンの狂乱を使ったダッシュ型になっている。もうダッシュで走り出しサバイバーたちを痛めつけて走り続ける能力。グレンの狂乱派パワーゲージが最大の時パワーボタンをタップすることで発動できる。発動中、パワーゲージ派急速に消耗しゲージが空になるとパワー派終了する。ゲージが空になるとパワー派終了し、通常より長い回復クールダウン時間が発生する。グレンの狂乱発動中派。リージョンの走行速度が通常よりも上昇する。パレットの乗り越えができる。通常破壊派不可能となる。生存者の足跡と血痕が見えなくなる。攻撃を外した場合派能力が解除される。グレンの狂乱発動中、負荷で状態でない生存者を攻撃した場合、負荷で状態のステータス付与と負傷状態にする、出血タイマー、30秒。グレンの狂乱のパワーゲージが全回復する。ここね範囲内にいる負荷で状態ではない生存者を探知することができる。発動中に回復したサバイバーも対象となる。グレンの狂乱が発動中、負荷で状態の生存者を攻撃した場合は、即座に能力が終了する。ただし、グレンの狂乱未発動の状態で生存者を殴るとパワーゲージが 50% 減るので、攻撃をし続けているとグレンの狂乱の発動が難しくなる。
グレンの狂乱派ロッカーに入ったサバイバーも不可で状態でなければ探知することが可能。ロッカーに入ることは避けるようにしたいですね。画像の通り20個のアドオンが用意されてる。ブログにも画像貼るから全部見たい人はそっちを見てね。特に注意をしたいアドオンがあるのだが、玉虫色のバッジ、盗まれたスケッチブックの3つ。簡単に言うと、玉虫色のバッジ、は、グレンの狂乱による心音の増加と乗り越えでのパレット破壊。盗まれたスケッチブック、は、グレンの狂乱の持続時間アップ。とにかく心音がした時に全く近くにいないようであれば、玉虫色の可能性が高いです。わざとパレットを倒させる時がありますので、パレット付近には注意しよう。固有パークについて解説しよう。不協和音、狂気の根性、アイアンメイデンの3種類、一つずつ確かめてみよう。不協和音、は、探知型パークになります。アプデによって内容が変更されたパークですね。まず、発電機の範囲が最大で128メートルと制限がかかりました。そのため、発電機にある程度近づかなければいけない状態となっています。といっても128メートルもあれば、ある程度発電機を絞ってマーク波できるので十分と言えます。ただし、気をつけないといけないのは発電機の修理が終わった後も4秒間持続するという点です。4秒間持続するということは近づいて心音がした地点でその場から離れている可能性もあるということですね。なので、通知後に近づくのもいいのですがその道中で周りに逃げてないかをしっかり確認しましょう。狂気の根性、は、担ぎ補助パークになります。使い方は担ぎ中の時となっており、おかしいくらい連続で攻撃することが可能です。使用するシーンとしては、サバイバーがカバーに入ってきた時くらいです。当てた時にもがきゲージを止めれるという点がいいですが、そこまで活用もできるわけではないので扱いが難しいパークですね。もし組み合わせるのであれば、鋼の握力によりもがきを抑え、興奮で移動速度を上げると良いかと思います。もしかしたら、助けに来たサバイバーの瀕死を狙えるかもしれないですね。アイアンメイデン、は、ロッカー対策パークです。もともとは、グレンの狂乱中にロッカーを見ることができなかったリージョンのためだったのですが、現在では確認することができるため、ロッカー対策のためとなったパークです。バベチリなどのようにフックに釣りした跡や、隠れたサバイバーを見つけやすくするためのパークです。なので、ロッカーに入った時に無防備状態になった際はアイアンメイデン持ちですので、その場から逃げるようにしましょう。よく使われるのが、ハントレスのテオの回収やドクターの電気ショック対策あたりですね。ロッカーを使用するまたは、使用させる頻度が多いキラーにはおすすめです。リージョンハグレンの狂乱を軸にサバイバーを炙り出し、発電機の遅延とパレットの消費を狙います。そのため、近くに密集していると多くの人数が不可傷状態になり遅延だけでなく、危機的状況に追い込まれます。まず、リージョンと分かった際は、なるべくバラバラに逃げるようにしましょう。または、一気に発電機を直すのが大事となります。またチェイスするときは板を当てればいいのですが、板を当てれずに倒してしまったときはグレンの狂乱によって飛び越えをしてきます。こうなると逃げるのが厳しくなりますので、板を使ってじっくりと時間を稼ぎましょう。グレンの狂乱によって高速移動波できますが、必ずクールダウンが入ります。攻撃波外してもです。チェイスが慣れてくれば、グレンの狂乱の終了を狙うことができるので、チェイス波意識していきましょう。またグレンの狂乱を2回攻撃受けようがノーワンがついていようがグレンの狂乱であれば発動がしません。通電の際にグレンの狂乱を使っていたら、味方を助けるチャンスでもありますので、救出の際の知識として覚えておきましょう。いかがでしたでしょうか？リージョン派キラーの中でも4人で1つという感じなので、スキンの幅が広いのがいいよね。
サイレントヒルコラボとかウサギの色違いとかもあるし、違う恐怖を演出できるのもリージョンの特徴と言ってもいいくらいだよね。さて、ここまでいろいろ解説してきましたが、キラーの背景を知ってパークを見てみたり、特殊能力を見ると違う面白みがあると思います。一番初買ってみて実感するのがいいですが、キラーを使いたくないという人のために少しでも、キラーのことを知ってもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。